ってる、動いてない。でカスターさんと神宮寺さんに色って成立するのかな。宮さんしてパン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 スパンパン押すぜ初手ボタンかますぜ初手ボタン何ナイス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 ミス？うん？うん？うん？偉い。あれ？惜しい。惜しい。あと1票か。あと2票。縦ですね。縦ビンゴ。すいません、自投票します次。はい、お願いします。お願いします。はい。あらららら。恋人をさ、趣味にしちゃうとさ、恋人が趣味やってる時間暇になるみたいな話を。なんか。TikTok のコメント欄にあってそうだなと思いますね。彼氏がゲーム捨てて構ってくれないみたいな、結構さなんか24時間構ってほしいみたいな。誰だったっけな、女芸能人の人でさ、なんか自分の時間とか必要なくないですかみたいな言ってた人いて、24時間ずっと一緒にいればいいじゃないですかみたいな。誰だったっけ。あら、セルフィー、セルフィー。あれ、展望デッキにいた気がしたけど。はい。ちょっとどっちだっけ。コックピット今回入ってきています。はい、のすけです。のすけさんが、じゃあキッチン、まあどっちみち左下あたりだと思います。で、あと宿舎のリフト側に今いる人、扉を開けようとしてる人。ああ、はいはい、ソニーです。その人はできないと思います。はい、あとみよさんもできないです。はい、いました、そこに。はしご登っていきました。私ははしごの下で上がってく人を見ようと思っておりました。ムーンが右にあるのは僕の仕業で、昇降機右で停電を直しました。あ、はい、うん、はい、右にあるの見てます。僕と咲夜さんが弾けると思います。僕はボタンを押してますけど、三振屋さんはどこですか。待って、ちょっと待って、僕シャワーにいるんですけど。じゃあ最後シャワーで会った人誰ですかね。僕かな。カスターがサンシャさんとメインホールですれ違ってるんで、僕からサンシャさんは弾けるかな。おそらく。カスターさんは一緒でしたね。アーカイブですよね。アーカイブです。そう、一緒にいて、で、そのままゼルクも弾けますかね、カスターさん。どこ行ってんの、ゼルク。ゼルクはあとアーカイブでラウンジで終わりです。うん、あ、そうなんだ。僕、シャワーの方行ってるんで、その後は分かんないけど、まあ、ほぼほぼ無理なんじゃないか。うんうんうん、大移動しない。セルフィーさんの情報先出しておくと、停電前に、神宮寺がキッチンから展望入った時に、配線から出てくるセルフィーさんを神宮寺が見ています、うん、それ以降は見てないです。眠さ最終どこまで行けてますか。最終僕展望デッキです。あ、じゃあ嘘嘘嘘、ごめんなさい、エンジンまで行けてます。エンジンの入り口ぐらい、うん、センターは最後どこなの。僕は宿舎のドアの前です。なので、入り口まで行けてんねや。はい、宿舎の、リフトの方の扉を開けようとしてて、向かい側にゾニキさんがいるという情報を出してます。うん、見てましたね。ので、まあ弁当かな、唯一僕が展望キッチンって弁当やって宿舎のドア行くって感じ。容疑者からはちょっとキッチン席の扉ちょっと見てきます。開いてますよ。あ、開いてるんや。はい、こう開いててもそこ通れる人物っていないんじゃない。カスターさんがメインシャワー館ですれ違ったっていうだけの話だから、うん、カスターさんどこかによるかも。最後ちょっと見るか、閉まってる。
死にある、死にある、死にある。一応忘れないうちに。あ、いいですか。ごめんなさい。キッチンと席のドアは閉まってました。で、展望と武器のドアは開いてました。はい。じゃあ、一応、今、のすけミーティングの奥にいて、停電前。はい。で、僕がそこに遅れて入っていって、のすけと重なって一番奥のタスクをやっているときに、のすけはもういなくなってた。停電開けたので、ボタンを押した。ボタン周りには誰もいない。ボタン周りには誰もいない。で、このターンアーカイブ脇でヌーンで右に移動させたやつを左に持ってってボタンを押しに行ってるので犯行経路はほぼ宿舎側からの人物しか無理。宿舎側からは無理だと思います。三尾さん神宮寺で笠さんもいましたね。うん、上がりました。宿舎で俺は金庫の方行ったけど、金庫の方が開いてて金庫見に行ったらなんかわかんないけど黄色人が踊ってました。なんでこの人は金庫で踊ってんだろうと思って行ったら、ミオさんが、エンジン宿舎からだと思うんですけど来て、最後階段下で一緒に重なってます。ヌン右に移動してればワンちゃんのすけさんがそれ乗ってったはありえるけど、あ、ヌン見てない。なんどうないなら普通にミーティングのはしご上か下とかその辺ぐらいまでしか行けないと思うんだけどな。はしご下はなくて、白照明もできるって感じですか3人とも。白照明は分からないですが、通ってきた道に死体はなく、なかった。それはその死体がないのは間違いないです、はい、ただのすけさんがどこ行ったか分かんないです。はい、下まではないです。はい、僕からはそれは認識できてないんで、ミーティングのはしご上と下と、あれ、え、僕最初金庫ですよ。あれ、金庫、いや最初ミーティングの、あれ、笠さん見てます。僕は金庫の方行ったんで、昇降機の左側は見えてないです。いや、ゼルクさんがなんか金庫って言ってますけど。ああ、金庫に、俺もルビー磨きやってたから見えてないから分かんないけど、奥の方でダウンロードボックスしてたんで。あ、奥だったんだ。お互い認識してないと思います。最後誰かが降りてきたのは多分ゼルクさんだと思います。リフトの確認と。オッケー、サンシアゼルクは貨物で停電直してるんで、ちょっと取ります。サンシアゼルク、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 閉まってる、動いてない。でカスターさんとシングイさんにロって成立するのかな、ミオさんして。アンシアゾニキですかね。ゾニキ、はい、はい、貨物で停電直してる。先の田坂浮いてたアーカイブシャワーはメインホールでおしまいです。メインのゴミ捨てのとこだから昨夜ステンドレンドヒットできます。あ、で、あと リフトは左にありました。うん、左にあった。はい、それは見ました。じゃあ、宿舎前にいたんですよね、その神宮寺猫好きは。そうっす。で、絶対上からゼルクさんが降りてきてます。で、そこでボタンです。ああ、ゼルクさんがもうめっちゃ怪しいってことですか。多分金庫にいるっていうのは嘘です。もう俺も見てないんで。ゼルクさん目線は嘘。いや、俺見てないんだよ。ゼルクさんの移動経路全部教えてほしい。あ、ゼルク、メイン、エンジン、宿舎前で金庫です。で、途中で確かダウンロードしてますんですか、笠さん。いや、俺ルビー磨きしかしてないはず。とりあえず後ろにどっかのタイミングで置いていって先に金庫に入ってるのは覚えてる。いたあ、いたいた、ね、いた。でもゼルクさんが先にしょ、宿舎手前の縦ラインのドアガシャンってあるじゃん。このダウンロードやってて、でその間にゼルクさん上の方に抜けていって、そっから見てないです。右行ったか左行ったかわからない。俺はゼルクさん見た人はミヤさんだけ。キングジさん見れてないですか。僕は誰かが降りてきたしかわかんないです。あ、でもスベゼルクさんしかないです。うん、いや、一応ノスケの可能性もあるんだけど。いや、ノスケさんだったらもうミオさんがやってる、ミオさんとジングジさんがやってるってことになりません、どっちもち。いや、っていうかミーティングにいたからね、ノスケが。
うん、誰かが降りてくる瞬間でもおしまいってことでしょ、だって僕はそうです、僕視点そうですね、はい、それが降りてきて終了なんだったら、うん、それはゼルク君以外のだから神宮寺猫好きでなると思いますね、うん、そうすると、うん、降りてきたのがのすけさんで僕は分かってなくて、アゼルさんでのすけさんで、それは僕は分かってなくて、でそこで切る瞬間キルされてるのであれば、僕目線はミオさんになるし、ミオさん目線は僕になると思いますね。ただミオさんがゼルクさんって言ってるんで、降りてる人だから一人から弾ける以上僕は別の第三者だと思ってて、ああうん、似てるよな。そうだから、だからゼルクの対抗じゃないですけど、ゼルクさん誰かと思いますか。そうだから誰来るか出せないですよね、ジルク目線、その金庫いただけなんで、カスターさんも切れるのかなって感じ。カスターさんも切れる、まあ、ゼルクさんもそうだ、さすがに。まあ、初手切るゼルクさんじゃない気がするんだよな。スターさんから白正面もらおうとしてたのに。スターさん切れるっていうのね。はい、うん、ちょっとカスターさんにじゃあ1個だけ確認で、はい、宿舎前の下エンジンの上のところのダウンロードをカスターさんはやっていた、うん、はい、やっている最中にゼルクさんが上に行った、でその後にドアが全部バーって閉まったんだよね。いや、ドア閉まってて、で、うん、閉まってて僕がダウンロードやってゼルクさんがドア開けて上行って、はははあれ、その時に金庫のドアどうだ、金庫室のドアどうだったかちょっと正直覚えてなくて、カスタさんが開けたかどうかだけ教えてほしいです。あ、それを覚えてなくて、開けたような気もする。もし開けたんであればゼルク君はそっちに行っていないことになるから、ね、めちゃくちゃ重要す。まあどうも、まあ、分かんないならしゃあないけど、いいですか、降りてきた人物がいなくて第三者入る余地ないでしょう。そうですよね、うん、で、まあ、その証言がまるっと嘘だった時だけ今しんどいけど、その場合って私がインポスターですよね。降りてきたのを見たって言っている人は2人ともになっちゃうと思う。あ、そうですね、はい、で、まあ、ゼレクさんはカスターさんから金庫にいた証明もらっとしてたのに、最後カスターさんもできると思うって言ってたから、まあ、そうですよね、インポスターっぽいですよね。ゼレクさんもらおうとしてた人に対して思うけど、でも初手切りはゼルクさんできなさそうなんで、そうですね、確か右側の方で、そうで、左下ってなると神宮寺さんと僕ぐらいしか残ってない、うんうん、のすけさん、あ、そっか、のすけさんが死んだ、あとも一応センターさんが死にしたんでしたっけ、キッチンセキュリティカーの扉閉まってたって、はい、そうです、うん、ドアカスターさんのメインキッチンあたりだけど、演技にも見えなかったから基本神宮寺さんなのかなって思ってますけど、うん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 、確かに。で、昨夜さんボタンでオレンジ水色紫が白色でしょ、うんうんうん、ですね、大丈夫です。で、僕がゾニクさんに白出してるから、うん、いいと思いますよ、ローラーして初手キルで神宮寺さん7人白出てるんで、うん、そう、私もそれでいいと思います。釣って順々に釣っていこう、うん、これで大丈夫、終わるんじゃないかな、終わるはず、盤面上終わるはず、積んじゃった。よちよち。よちよち。よちよち。たまにごめんよ。ごめんなさい、本当に。よかったよかった。積んじゃった。ごめんなさい。釣れちゃった。いや、今回なんか考えずにあったら切るっていうテーマでやってたら、あ、思ったよりってやべえ、切るしたなとか思って。上に砂場さんいるのも気づかなくて、下降りたらいっぱいいて、そう、なんか、あ、降りてきたーって思って、ゼルクさん降りてきたわーって、死んでる、多分これ上ーと思いながらどうしたらいいのーとか思っていやしかも、のすけさん死、のすけさん死んでるからセルフィッシャーの罪なすれないとか出てくる。いや、めっちゃおもろかった。カスターさんがめっちゃステステしてたから、これマットかなって思って、ラインさんに行ったら全然違くて、やべっ。あ、ごめんなさい、マットって誰でした？クヤでした。ボタン押させてごめんよ。ちょっとボタン溜めて押して、ワンキル入ってから、
入ったらいいなと思いながら押したら本当にめっちゃ狭いキルだったっていう。やばい。いやめっちゃ座った面白かった。ジジイ。ナイスです。センターさんにあの右側の扉閉まってるって聞いた瞬間積んだーとか思って。やれなかったなマジで。